はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ありがたいことにこのペッパーランチさんからちょっとお話しいただきまして、今回は夏にイベントを開催するということで、実際販売するのが7月24日からなんですけれども、僕は先行で、ちょっと試食というかがっつりと大食いをさせていただけるということで、改めてですね、今回のこのイベントマシマシ大作戦ということで、今までペッパーランチさんにはデカ盛りのメニューっていうのが販売していなかったんですけれども、今年の夏からですね、こういったデカ盛りメニューを販売するということで、限定なのでね、ぜひ気になる方は食べに行っていただきたいんですけれども、まず1品目ちょっといただきますのがもう目の前に来ております。肉だけペッパーズというメニューでして、お肉だけで約1ポンドある、超特大のデカ盛りを2皿ねご用意いただいております。ちょっとね、これ出来たて食べたいので後ほど説明するとして、早速これいただきたいと思います。で、このね、肉だけペッパーズなんですけれども、3種類お肉入っておりまして、ハンバーグ、ステーキで、これ肉焼肉ということで、このね、ペッパーランチさんに提供されているお肉がもうこの一プレートで食べ尽くせるメニューなんですけど、そしたらまあ一旦このステーキとかは焼き目を入れつつ、まずはこれ出来てるねハンバーグからちょっといただいちゃいましょう。うわ、うまそう。うんま。今回ね、お話しいただいたのが、ちょっと前にデカ盛りハンターさんでね、ペッパーランチさんのデカ盛りお世話になりまして、それをきっかけにですね、今回お話をいただいたんですけど、マジでその、お仕事もらったからとか抜きに、めっちゃうまい。我が家もね、日常でペッパーランチさん食べるんで、この人知ってんだけど、やっぱ、焼きたてやばいね。うまい。ちょっとこのステーキいきますか。ペッパーランチさん特製の、うわーこれ、わ、ペッパーペーストの溶け方、うわうまいよ、めちゃくちゃやっぱうまい、やらか、うまい。この後お米控えてるんで、今回はね、この肉だけペッパーズのみなんですけど、めっちゃ今白飯が欲しい、白米が欲しい。どうしようかな。じゃあちょっと焼肉も行こう。焼肉のタレもいただいてますんで、これもね、ガッとかけちゃいましょう。うまっ。ちなみに僕がね、毎回デカ盛り食べてるので、皆様ちょっと感覚が麻痺をされていて、もしかしたら小さく見えるかもしれませんが、1ポンドということでお肉だけで 450g は入っております。なのでここだけで 900g、 ほぼ 1kg なんで1皿でも相当デカ盛りです。そしたらただいまこれね、一皿目完食ということで、まあ、今回ね、お店の方でも提供してあるこのタレとニンニクはいただいてるんですけど、まあ、後ほどね、ここら辺のデカ盛りが控えてるんで、これは取っときましょう。こうステーキはそのまま最後までちょっといただきます。うまいよ。もうちょっと無理ですね、 900g 米なしはすいません、いただきます。もうちょっと我慢できずにですね、今日お仕事としてもらってるお話はこの3品だけなんだけど、欲望に勝てずにちょっとライス追加でこれはね、米ないとダメよ。ペッパーペーストかかってるこのステーキとライスバーンドでうん、うん、このちょっとペーストのニンニク感と肉とすげえ合うわ、うまっ、うん、ちょっとラス
とはステーキライスにちょっと余ったねこの焼肉のタレ。うわ米進むじゃんこれやば、ということで、ただいまですね、この肉だけペッパーズ2皿と、勝手に僕が追加注文してしまったライスと、一旦ね、完食させていただきました。ごちそうさまでしたということで、次もですね、まだ限定が控えておりますので、楽しみにもう少々待ちましょう。ありがとうございます。おー、うまそう。次いただいているのが、こちらがワイルド&ペッパーライスということで、牛焼肉とステーキが相盛りになった一品でして、これももちろん量多いんですけど、次に来るもう一品が、今回限定で販売する一番でかいメニューなんで、少々ね、これね、皆さん、並盛りのご飯はこれだよってことを目に焼き付けておいてください。ありがとうございます。おー、来た！ありがとうございます。来ました。今回の一番のデカ盛りの目玉、メガペッパーライスでございますね。これがね、通常のペッパーライスの並盛りのサイズのご飯なんですけど、今回のメガ、こちら、約2倍となっておりますね。早速ね、ちょっとこれ、出来たて熱々を混ぜるのがおつなので、いただきましょう。いただきます。いやちょっと熱々のうちにですね、タレかけさせていただきますよ。うわくいやたまらんね、これ。じゃあちょっとこちらも。はい。うわやばいっすね、この光景。もうさっき肉食ったのにめっちゃ腹減ってきたわ。じゃあ、混ぜちゃいますか。ね。いや、これよね。やっぱ、うーわ。タレのちょっとおこげの部分と、うーわ。やばいな。ちょっと崩したら余計わかるかな。これ通常の量ね、からのメガになると、これこれ本当に倍ですか？倍どころじゃないぐらいなんか多く見えるんですけどうまい、うまい、うん、これこれですよ、やっぱりこれうまいガーリックバター感とお肉とね、ちょっとソースも相まってこれがうまいんだよね。今ねちょっとお店の方にもお伺いしたんですけど、メガになってる分ご飯量多いじゃないですか。だからねちょっと見てもらうと分かる通り、ご飯のおこげがこっちの方がやっぱ多くできるみたいで、香ばしさがたまんなくうまいね。うまい、安心する、安心するあーうめえな。ちょっとこの辺りで一旦もう一個の方ですね、この牛焼肉だけではなくてステーキが乗った今回の限定メニュー、合いがけ合い盛りというか、ペッパーライスの味でステーキ食ったことないから、ちょっとこれはね僕も初体験ですね。これコメントいる？顔でわかりますやっぱペッパーライスってこのタレの甘さとかもありますけど、ペッパーのこの香ばしさとかピリッとした風味ってのが俺は一番いいと思うの。ワイルドステーキにするとまたねそれは引き立つというか、いつもの焼肉もうまいけどこれありよマジであり。ちょっと今回ねこれトッピングもご用意いただいてますので、ここでガーリックチップでチーズ、そしておろしポン酢とこれ3種類いただいて味変しながらこの後楽しみましょう。はい、今ですねこれチーズ、ガーリックチップ、おろしポン酢いただきました。これでちょっと味変しながら楽しんでいこうと思うんですけど、やっぱこれ大きい方にはチーズ入れてニンニクでよ、うわこれくぅこれタレも追加で入れつつで、ちょっとねこっちは溶けるまで待ちつつですよ。こちらの方にはおろしポン酢
豪快に。このねペッパーライスはこってり系のトッピングとかも個人的には好きなんですけど、やっぱり、ね、さっぱりといただくのもまた夏ですしね。うわこれ絶対うまいやつじゃない。うん、うまい、めちゃくちゃうまい。うわ、うん、すげえうまい。僕は今あのポン酢後入れしたのでこうジューとはならなかったですけど、割とね最初の熱々の状態からポン酢入れてもらうと、そのねちょっと焦げたポン酢の香りとかも香ばしくなるんで、まあ、これは好みにもよると思うんですけど、まあ、間違いなくこの牛焼肉には相当合います。これ好きだな。じゃあちょっとこっちを食べきる前にチーズいきますか。ちょっとねこのチーズ、うわあーこれいいね。いい溶け具合だわ。でこれね取っといてたガーリックチップね、先に入れちゃうとカリカリ感が少なくなっちゃうからさ、後入れで、120点。120点だわこれ。やっばうまっ。うん、ポン酢挟んでるからっていうのもあるけど、もう一回ガッツリ食うと最高にうまい。めちゃくちゃうめえ、やば。うん、混ぜ込んでね全溶かしてもいいんだけど、熱々の状態でその一部をさ開けてさ、で鉄板の上でチーズ焦がすのもうまいの。焦がしチーズ最高にうまいから、ちょっとやって今度。うん、今度絶対やって。ちょっとねサクッとしたチーズまたうまいから、ちょっとぜひ皆様もお試しください。うん、うまっ。ということでですね、本日の最後、こちらお肉で締めさせていただきます。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、ペッパーランチさんでこの夏限定メニューとして販売されるこのデカ盛り3種ですね、今回いただきました。マシマシ大作戦と名前の通りですね、もうめちゃくちゃデカ盛りでございました。まあとは言ってもですね、一般の方でもお腹いっぱいパンパンなるぐらいで完食はできるかなというメニューも多数ございますので、ぜひですね気になる方は今年7月24日から限定販売されますので、ペッパーランチさんで美味しいこのマシマシ大作戦各3種ですね、食べ比べてみてください。ちなみにマイチンはどれが一番食べたかったですか？目がいけるのかな。じゃあ今日まだ1食分は目が残ってるみたいなので、この後マイチンはまかないとして目が食べてみてください。ありがとうございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。もうちょっと今機材片付け始めてるけど、毎日に目が来たということで、まずやってください。はい、もうがっつりと。うまっ。こういうのめっちゃ大好きなんです。いいよね。鉄板のね。まあちょっとね、皆様僕と並ぶと麻痺しちゃうのサイズわかんないかもしれないですけど、でまあぜひね皆様もこれ一般の方でも多分腹パンパンなるぐらいで食べきれると思いますので、ぜひ食べてみてください。ということで僕はデザートにこのガパオ風ペッパーライスですね、こちらデザートに締めにいただきたいと思います。デザートじゃない、デザートじゃない。それではじゃあねー。